夏休みホリデーが終わっていよいよね、あのニューアルバムプロモーションも始まってるわけですけども、例えば自分の趣味だとかそういうものが例えば歌詞や曲の中に反映されるってことないですか。例えばね、稲葉さんサーフィンとか、まあ、バイク乗ったりしますけども、はい、海と戯れたり、そういうのって歌詞に出てきたりすることあるでしょ。例えば今回の頭のこれなんかのさ、はい、3行くらいの歌詞聞いてみて、なんかその辺の稲葉さんのなんかそういう趣味と歌詞が若干リンクしてるのかな。タイニードロップサーフィンもそうですし、バイクの時もそうですけども、やっぱその中で人にも出会うし、そこでは普段なかなかこう交わさない会話があったりもするので、そこにやっぱ影響は強く受けますね僕は。結構サーフィンってそんなに長くないっておっしゃってました。大したことないですよ僕。またそれはまあ謙遜だろうけどね。趣味っていうほどでもないんですけど、ただだって日本でほとんどやんないですから、はい、でもその中でこうまとめてどっかね時間取れた時に海外に行った時に、うん、やってる中でやっぱ仲間みたいな、うん、その海で会う人もいればバイクの仲間もいるし、そういうところで話すと結構その普段ツアーやってるレコーディングやってる時とは違う種類の会話とかがあって、そこの中からやっぱり影響を受けたものがまた今度自分の仕事に帰ってくるというパターンはよくありますね僕。まあ、今言ったそのタイニードロップスの頭のとこなんかもろそういう感じですか。その曲も全くその通りです。もろだよねこれね、だから趣味が随分歌詞に出ることもあるんだなと、まあ僕は気がつかないとかいっぱい他にもあるんだろうけど、松本さんはどうですか。まあ、趣味のみならずいろんなところでこうもう人と出会ってそうインスパイアされて、もちろんそれが曲にね、うん、あのリンクでこうまあ投影されてくるんだと思いますけども、今回のアルバムの中でなんかそういうのあります。まあありますよね。なんかこう、そういう人との本当さっき申し上げたけど人との出会いだとか、まあ、いろんなことがこうそういう思いがさ、なんかメロディーとしてよく降りてくるっていうけど、はいはいはい、俺そんなのなって昔よく思ったんだけど本当にあるんだよね。どういう感じなの降りてくるって。よくねスティーブン・タイラーも、うん、そのいいメロディーライン歌メロとか、うん、お前には分かんないけど突然降りてくることあるんだよって言うんだよ。ってどんな感じって言ったらスティーブンって身振り手振り見てヒューってさヒューって言って本当だよって言うんだよ、うん、そんな感じでしょ。いやこのそのいやそれはスティーブン・タイラーだよ。例えばベッドでこう寝てる時に、うん、夢なのか起きてるのかよく分かんないんだけど、やっぱりねメロディーがねこう鳴るんですよ。あらそれでね最近はやっぱり起きてこれちょっと撮っとこうと思って撮りますね。で本当に寝てて夢なんだか音鳴ってるのかよく分かんないんだけど、でも覚えてるんだよきっちり。すごい。でそれでその場でもうそれが4時半とかだったんだけど、今回だけどもう4時半ぐらいでもう起きてギター持って録音しましたね。本当に、すごいねそれ、それってひょっとしてこのアルバムの中にどっかにメロディー使われてるものあるの。そのさっき言ったタイニードロップなんかそう。あ本当に、